民と神戸は神戸市中央区三宮にある神戸新聞社所有のビルディング、正式名称は神戸新聞会館。阪神、アージュ大震災で全開した旧神戸新聞会館についても本項目で述べる。1五十六年、それまで兵牧新開地にあった神戸新聞、デイリースポーツの本社機能を中心に日本国有鉄道三宮駅の目前の場所という、 ことで、商業施設、映画館も兼ね備えた総合ビルディングとして建築され、地元の市民からも親しまれた。設計者は村の統合北側の壁面には、富士山が描かれた山一証券の巨大広告があり、神戸の富士と言われ、名物になっていたほか、三宮交差点からも見える西側の壁面には、電光掲示板を備え、一行文字を流すことでニュースを、 スタイルという新聞社屋ならではのサービスもあった。なお、三宮駅の目前の場所に本社機能を構えた背景には、モータリゼーション以前であった、春工当時は、記事輸送、新聞配送とも鉄道に大きく依存していたことが挙げられる。実際、三宮駅の西口と新聞会館との間には、専用の地下通路があり利用されていたと言われているが、 震災直後にすべて撤去されている。また、屋上には震災まで待つした電気産業のネオンが掲示された。1995年1月17日の阪神、淡路大震災により、ドービルは崩壊の危険がある全開に近い被災をする。一時は、新聞の発行が危ぶまれたが、災害協定を結んでいた京都新聞の協力により、無給で新聞を発行して生々しい震災の、 状況を伝えた。同系のデイリースポーツも発行が危ぶまれたが、日本経済新聞社の協力により翌日の新聞を発行して震災の状況を伝えた。1995年2月、神戸新聞社は、陶器場本社を西区室谷の製作センターに、社屋を神戸ハーバーランドダイアニッセービルに暫定的に移転する。その後、 東海館は解体工事が行われて整地され、暫定的に駐車場として開放される。本社、社屋については1996年から同社が運営する神戸情報文化ビルに正式に移転した。旧新聞会館内には OS 株式会社経営、運営による映画館があり、1959年6月1日、3階から6階部分に新聞会館大劇場、 7階に、スカイシネマが開業。阪急会館や三劇とともに、兵庫県内における、東方系映画館のチェーンマスターとして親しまれたが、1987年7月、大劇場が閉館。スカイシネマのあった7階は、新聞会館シネマに改装されにスクリーン体制となり、営業を継続した。大震災発生前に上映されていた作品は、シネマ一が、ジュニア、 シネマ2が良い県に至った。2004年3月から震災復興10年を契機として、神戸新聞会館の再建工事が実施されることとなり、神戸新聞社自体は入居しないものの商業をオフィス複合ビルとして2006年10月4日にオープンした。神戸新聞会館をビルの正式名称として引き継いだ上で、新たに愛称をミント神戸と定めた。なお、 民と神戸の愛称が採用された当初は、地下1階から9階までの商業施設部分の愛称とする見込みであったが、開業の頃になると、民と神戸の知名度が大きくなり、結局、建物全体において、民と神戸の愛称が使われるようになった。地上18階、地下2階建て、延べ床面積約4万1000平方メートル。ファッション、グルメ。 8スクリーンのシネマコンプレックスなど65店が入る複合商業ビル。他に献血ルームが同館15階に入居している。1階には高速バスの三宮バスターミナルの機能を備える。地下1階は阪神百貨店の食品売り場である三宮阪神食品館として開業したが売り上げ低迷のため2010年4月1日から一時休業。 同年12月31日をもって閉店した。その後2011年9月22日に、後継店舗としてコヒョ、古表、三宮店が開業した。また、ビル東側の三シティビルと、雲井マリンロードという地下道で結ばれた。震災前、サンシティビルができた当時、周和地街とプランタン、神戸本館を地下で繋ぐ計画があったとされるが、実現せず、 震災復興を経て実現したことになる。なお、週味街は2002年頃に閉鎖され、ミント神戸の M キッチンとして整備された。プランタン、神戸本館については、震災後営業再開されることがないまま閉店となり、1995年4月から大英神戸三宮店が入居している。2012年3月20日には、阪神三宮駅に東口が新設され、 ミント神戸と地下で直結された。OS シネマズミント神戸は、前述の新聞会館シネマを運営していた、OS 株式会社により開業したシネマコンプレックス。全スクリーンが指定席制度を取り入れているほか、OS ピュアサウンドと呼ばれる最新音響設備を導入している。全8スクリーンで総座席数は1631席。このシネコンの開業と前後して、 三撃1.2が2006年8月31日に、阪急会館1.2が2007年5月22日に、閉館している。座席数時代を超えた、モダニズム建築家、村野東後没後20年神戸新聞2004年4月7日、開業当初は1508席だった。竹中工務店建築作品ミント神戸、ABC、ただいま、三宮震災から11年余り。 ミント神戸開業。神戸新聞 NEXT、peaks!。https://www.kob-np.co.jp/.rentoku/.sin-sai/.12/.200610/.005565580/.shtml2020 年3月13日閲覧。 ありがとうございます。